クリス・スクワイアはイギリス出身のミュージシャン。ロックバンドイエスのベーシストとして知られる。メンバーチェンジの激しいイエスにあって、1968年の結成時から2015年の死去に至るまで唯一在籍し続けたオリジナルメンバーであった。2020年、ローリングストーンズ氏による史上最高のベーシスト50選で第18位。1977年、 インディアナポリスでのライブにて1948年3月4日、ロンドン生まれ。身長189センチメートル。1965年、リズムブルースバンドのシンを結成。1966年、同バンドでプロミュージシャンとしてデビューし、デラブレコードから2枚のシングルをリリース。1967年11月に解散し、翌12月に、 メーベル・グリアーズ・トイ・ショップに参加。マーキー・クラブで前座バンドとして活動を開始する。メーベル・グリアーズ・トイ・ショップが活動を開始した直後、マーキー・クラブの近隣にあるミュージシャンやプロモーターなどの音楽関係者が多く集まるバーで、ボーカリストのジョン・アンダーソンと出会う。お互いの音楽観などを話し合い、新しいバンド、イエスの結成を決定。 1968年8月のマーキークラブへの出演を皮切りにイエスのメンバーとしての活動を開始する。その後、解散や分裂による活動停止という空白期間もあったものの、イエス名義の作品には彼だけが1枚残らず参加している。純粋なソロ作品は1975年にリリースした未知への秘書1枚のみ。 セッションやコラボレーションも数えるほどしか参加していない。イエスが休業中の2006年、彼の原点といえる、雑誌を再結成して、作品を発表し、ライブツアーを観光。2007年、クリスマスアルバム、クリス・スクワイアーズ・スイス・スクワイアーを発表。2012年、スティーブ・ハッケットと結成したバンド、スクワケットとしてのアルバム、あライフ・ウィズ・イン・ア・デーを発表。 2015年6月27日、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスで病死、フェニックス市内の墓地に埋葬された。前月に発表されたイエスのツアーのスケジュールには、急性骨髄性白血病の治療のために参加しない、ことがアナウンスされていた。立憲バッカー4001型ベースを巧みに使いこなす、ベーシストとして評価されており、 このことは1970年代前半のメロディーメーカー誌における人気投票のベーススト部門において常に上位にいたことからも伺える。また、ウォルセイのビーストと呼ばれる6弦ベース、4弦ベース、フレットレスベースの3つからなるトリプルネックベースをライブ等で使用していた。高質なベースサウンドに低音域とバイオを含ませた独特の音質で、 コード進行に対してハーモニーをつけたり音数の多いフレージングが主な特徴。演奏技術や内省的な歌詞に注目が集まりがちなプログレというジャンルにおいて歌そのものにも大きな比重を置いたイエス独特の音楽性を確立したのは彼の功績が大きい。これは少年時代聖歌隊に所属していたことやボーカルハーモニーを多用するポップスを試行していたことが 影響していると言われている。主にリードボーカルであるジョン・アンダーソンのコーラスやカウンターメロディを担当しているが、ファルセットを使ってアンダーソンより高いパートを歌うこともあり、その個性的な声はベースプレーと同様にイエスミュージックのような一つとなっている。イエスの一部の楽曲で部分的あるいは全面的にリードボーカルをとっている。事例も見受けられるが、リードボーカルとしては、 弱いとされる。イエスの作品を参照。ありがとうございます。